マルサンホビー動画チャンネルです。9月25日入荷の、新製品再入荷品の、ご案内です。本日はことぶき屋の、この美少女、プラモデルキットの新製品をはじめ、ガンプラなどの、バンダイ商品が70点近く入っていますので、ぜひご覧ください。でまず、ご紹介しますのが、こちらになります。こちらはですね、大変こう長くこう品切れしておりました、マスターグレードシリーズの、武者ガンダム、新武者ガンダム戦国の陣になります。こちらの方はですね、価格が、8800円になります。こちらの方はですね、プラモ京四郎の時にですね、こういったガンダムに鎧武者を着せた武者ガンダムというのがあったんですけども、それをですね、またリスペクトしまして、こう、ガンダム無双っていうゲームで出てきたモデルをこう再現したものになります。でこちらが、メーカーで組み立て完成したモデルになっています。でこういった刀や、あと薙刀、あとこういった、3本2個分かれたもの、槍みたいなものや、あとこの、種ヶ島銃みたいな形をした、ライフルなどもついています。で中に入っている、部品が、こちらになります。まずはですね、こういった、金色の、装飾パーツなどがありまして、そしてこの、アドバンスド MS ジョイントのこのフレームパーツ、あとシール、あとこちらの方には、鎧の部分のこう赤い部品や、頭の白い部品などが入ってまして、でこちらにはこの刀とか薙刀、槍の、剣先などのこうメッキパーツがあります。そしてこちらにも、金色の装飾パーツと、あとこちらの方には、銃の部品やポリキャップ、あとここには赤い部品で、この辺も装甲系とか足のパーツが入ってます。でこちらの方には、鞘とか、鎧のパーツ、あとグレーのフレーム系のパーツがあります。そしてここには、ちょっと黒っぽいパーツで、この辺も、装甲系のパーツになると思います。でこの辺がグレーのパーツで、この辺はフレーム関係だと思います。でこちらの方はですね、戦国の陣の方は、ちょっと横に、後ろのところに専用の台がありますので、それ用のこの、スタンドと、あとこちらの方がそのプレートになります。そしてこちらには白い部品で、この辺が腕足の部品や、ここには黒い、この辺も、装甲とか関節キャンなどの部品が入っています。でこちらには、また同じくこう黒い部品で、これ体とか、装甲パーツ、あとこの、グレーの、フレームパーツと、あとそうですね、あとこれがその先ほどの台のところの後ろにこう貼るこう屏風的なこの絵のこう書かれました、ものがありまして、ちょっとこうい戦国の陣って書かれたこういった旗などもついています。で次にご紹介しますのも、こちらもですね、同じく、久々に入ってきたマスターグレードのシリーズになります。こちらの方は、武者ガンダムマーク2です。でこちらは、価格が、税込み6600円になります。こちらもマスターグレードシリーズの、ガンダムエクリプスになります。こちらはですね、価格が税込み5500円です。この、モビルスーツはですね、ガンダムシードエクリプスという漫画の方がありまして、そちらに登場する、モビルスーツになります。でこちらのモビルスーツはですね、この、こちらからこちらの飛行形態へと変形する機能がついています。でこれがメーカーで組み立て完成した写真になってるんですけれども、このようにモビルスーツ状態からこういうふうにプロセスを経てこう変形していきます。足がですね、こう前側に突き出すような形のこう、フォルムの変形になりまして、あともう一つはですね、こう参考にですけども、この別売りのですね、この、ストライクガンダム系のこのストライカーユニット、こういったのも、装着できるようになっています。で中に入っている部品の方が、こちらです。こちらにはですね、まず白い装甲パーツと、あとこの、グレーのフレーム部品です。そして、まじくこちらには白い装甲部品と、ここにもフレームのグレー部品です。そしてこちらにもまたこう白いこの装甲部品と、この辺にまた、グレーのこうフレーム部品が入ってまして、でこの辺にはですね、またこうグレーの部品と、この黄色い部分にはアンテナとかがありまして、でこっちが赤い部品とかもありますけど、これは多分胴体のところになると思います。で、こちらの方には青い、この、部品と、あとクリアーグリーンの多分これビームのエフェクトの部品だと思います。そして、これもグレーのフレーム関係の、部品になってます。そして、こちらにはこの青い、部品と、グレーのフレーム部品と、あとですね、こう専用のこの台座がついてますので、これはこうモビルスーツ状態でも、飛行形態でも、使えるようになっています。であとそちらに使うこう台の部分と、あとこのコーションシールなどがここに入っています。で次にご紹介しますのは、こちらが、これもマスターグレードシリーズになります。こちらの方は、
トールギスの、EW 版になりまして、価格の方がですね、こちらは、あ、ごめんなさい、こちらは4180円になります。こちらの方はですね、ウィングガンダムで、出てきます、モビルスーツになってまして、この白いちょっとこう、騎士みたいなようなこうフォルムをした、モビルスーツになっています。でこちらがメーカーで組み立てした、完成になりますけども、まあ、大型のことドーバーガンとかはですね、こうマウントされていまして、で背中のバーニアとかはこう展開が、できるようになっています。で中に入っている、部品が、よいしょ、こちらになります。でまずこちらにはビームエフェクト部品と、あとこの、まあ、いろいろこう、体の節々に見えます、このオレンジ色のラインを再現した、部品と、あと、こちらにはシールと、あと白い装甲部品と、あとグレーのフレーム部品があります。そして、こちらには、まあ、薄いグレーのパーツや、ちょっと濃いめの青い、部品と、あとこの辺にはですね、シールドや、あの、体の部分などの白い部品がありまして、でここには、グレーの部品や、あとこの、なんだろう、このバネみたいな部品と、あとこちらにはドーバーガンのこう部品なども入っています。で、こちらもグレーのフレーム部品と、まあ、ちょっとこう濃いめの、少し、グレー味のかかった、ちょっとこの白い、装甲部品が入ってまして、でこちらはちょっとこう逆に先ほどよりもちょっと明るい白の部品で、まあ、この辺も手足関係のまあ部品だと思われるんですけども、あとこの辺にはグレーのフレーム部品が入っています。で次にご紹介しますのは、こちらがですね、バンダイのリアルグレードシリーズの、あのエヴァンゲリオン初号機の輸送台付きになります。こちらの方は価格が7150円になります。こちらはですね、あの、リアルグレードタイプの非常にこう、よく動くエヴァンゲリオンに、こう、よくこう、劇中にですね、こう、地下からこう、エレベーターで上がっていくときに固定されている輸送台がセットになったものになっています。で、こちらがですね、こう、メーカーで組み立てした完成写真になるんですけれども、こちらの方はですね、足とかを曲げますと、こう、一緒にですね、こう、走行がこう、スライドしたりとか、逆にパーツが凹んだりとかして、こう、人がこう、動かしたと、人が動いたときのような体の動きを再現できるようになっています。で、中に入っている、部品は、よいしょ。こちらの方になります。こちらにはまずですね、この輸送台とかに貼るシールや、あとこのリアリスティックシールで、こうメタル調のシールなどが入っています。あとここにですね、こうもうインサート成形になっているこう部品とかがありまして、まあアンテナの部分とかの色が違う、こう部品ちょっと見にくいですね、ごめんなさい。そういったのがもうここで一体成形としてあります。あとここにはですね、こうライフルの部品や、あの手首部品が入っています。で、ここにはアンビカルケーブルのこのリード線とか、まあ紫色の装甲部品と、体のこの、こう、素体の部分のこう黒い部品などが入っていまして、で、ここにはですね、こう、まあ赤い部品とオレンジの部品、あとこのグレー、ちょっとガンメタ調の部品ですね、こういったのが入っています。で、ここにはですね、あの、この胸の中にあるこの、あの、コアの部分のクリア部品と、あと足とかのこの、紫部品。で、これが体の節々のところにあるこの緑色の、部分ですね。そして、こちらには輸送台関係の部品とか、あとこの、アンビカルケーブルのこのコンセントの部分があって、ここはあの輸送台の、 あの支柱の方ですね。そして、こちらの方にも輸送台の支柱、こちらもう一個支柱の方の、部品が入ってまして、あとこちらには、台のこの部分ですね。で、あとこの辺には、あのこの、エヴァンゲリオンのこのフレームの方の、部品が入ってます。あとこちらにはですね、あの、この AT フィールドの、こう塗装がされたペット素材の、部品が入っています。あとこちらはマスターグレードシリーズの、ボールのバージョン KA です。こちら価格が2200円になります。こちらはですね、機動戦士ガンダムの、 あの一年戦争の方に連邦軍が使用していた、こう戦闘ポットになります。頭のところにはですね、こうバズーカーがついてまして、あとこの、マニピュレーターが、ついています。で、メーカーでこう組み立てた写真がこちらになります。で、中に入っている、部品が、このようになっていまして、まずですね、このバーニアとかあって、あとこの辺があのコックピットの前の赤い部分ですね。あとこれ本体の、部分の部品や、あとちょっとここ白いあのこの部品が入ってまして、で、こちらがですね、この内部フレームの部品になってます。結構こう、モールドが細かくて、すごくこう精密に作られています。あとこういったちょっと金属製のシャフトも入っています。で、こちらにはですね、あのこうシールと、あとこう飾っとくための台。で、この、あと頭のところの、あのこのバズーカなどのこの武装部品や、まあ、ここにもまたバーニアが入ってまして。で、こちらの辺にはこのマニュピレーター関係の、部品が入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方はですね、あのこの、機動戦士ガンダム、あの鉄血のオルフェンズシリーズの、144分の1のグリムゲルデです。こちらは価格が1320円です。こちらの、
モビルスーツはですね、この、仮面の男というのがこうと乗ってました、モビルスーツになるんですけども、まあ本人はこうマクギリスが乗ってたんですけれども、でこちらの方がですね、メーカーでこう組み立てた写真になってます。でこちらの方にはですね、ちょっとこう手にですね、こう剣などを持った、こうポージングなどがありまして、あとこう銃などもついています。中の部品がこちらになります。この辺にはですね、足の部品やあとこうポリキャップ、あとシールなどがあり、あとこの辺がですね、バックパックや赤い部分のこのフレーム部品が入っ、あ、赤い部分の走行パーツが入っています。でこちらの方が剣の、部品とかがありました。あと白い部品やでこの辺のグレーの部品がですね、フレーム関係やあと銃の部品などが入っています。で次にご紹介しますのは、こちらの方になりまして、こちらの方は同じく機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ、シリーズになりまして、これは、ガンダムアスタロット、オリジンの方になります。こちらは1980円です。こちらの方はですね、またスピンオフの方に、登場する、モビルスーツになってまして、ちょっと赤一色のこう非常にこう、きらびやかな機体になってます。でこちらの方がですね、こうメーカーで組み立てたこう完成写真になってまして、肩のバインダーの部分はですね、こう開くとですね、こうフライトユニットのような形になるような形状になってます。で中に入っている、部品がこちらです。まず、まあ、シールやこの武装の、部品などが入ってまして、あと小豆色の装甲部品やちょっとこう体の白い部分の、部品などが入っています。こちらにはですね、その肩のこのバインダーのところの羽の部分やポリキャップ、あと赤い、装甲の部品と、あとこちらの方ではですね、まあよくガンダムフレームって呼ばれてます、このフレームパーツ。これはガンダム系すべて共通の部品になってまして、あとこの辺にはですね、先ほどのやっぱ肩の部分や、あと体の部分などの、赤い部品とか、ここには剣などもついています。で次に、ご紹介しますのが、こちらの方がですね、同じくこちらもガンダムの、鉄血のオルフェンズシリーズになります。こちらは、ガンダムワルコシアスです。これは価格が税込み、2420円になります。こちらもですね、こうスピンオフの方に登場するガンダムフレームのモビルスーツになります。でこちらの方がメーカーで組み立てた、完成写真になっているんですけども、こちらのモデルの方はですね、この背中のところについている羽の部分にこう腕がですね、こう2本ずつこう入ってますので、結構腕が6本になるような形状になっています。で中に入っている、部品がこちらです。まずですね、まあ、シールがありまして、あと武装などのグレーパーツやアンテナや胸の部分の黄色い部品、あと装甲の赤い部品などがあります。でこちらの方にもですね、武器のパーツや、あと赤いこの足だと思うんですけど、その辺の部品が入ってまして、でこちらの方がですね、このガンダムフレーム部品になっています。でこちらにはポリキャップと、あとこの装甲の薄紫色の部品で、まあ、これが背中のパーツで足の部分などが入ってたり、あと体の部分などがここに入っています。こちらにも同じようなこの色合いのこの紫色の部品で、この辺も足とか、肩や腰などについている部品などがついています。で次にご紹介しますのは、こちらの方ですね。こちらも鉄血のオルフェンスシリーズになります。こちらの方は、流星号で、グレイズ回2になります。こちらは価格が、税込み1320円になります。こちらはですね、こちらはですね、秋広がですね、以前乗ってたこのグレイズ回をですね、シノの方がこう乗り換えまして、色をですね、このピンク色に塗って、さらにここにちょっと目玉マークを描いたのが特徴的になってます。で、こちらが、メーカーで完成させた写真になってます。まあ、武器としては、まあ、ライフルとか斧などが入っています。中に入っている部品が、こちらになりまして、まずはこういった、武装パーツとかバーニアのグレーパーツ、あと装甲のこのピンク色の、部品が入ってます。そして、こちらにはですね、まあ、シールやポリキャップ、あとこの辺にもですね、頭とか体のこうピンク色のパーツと、あとこの辺がですね、この動力パイプ的なこのケーブルと、あとピンク色のパーツと、あとこの、ちょっとこう、小豆色っぽいような部品がありまして、あとこのフレーム関係などのこのグレーパーツや、あと武器がここには入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらですね。こちらは、鉄血のオルフェンズシリーズの144分の1、ガンダム、フラウロスのこう流星号になります。こちらの方は、価格がですね、税込み1540円です。こちらの方もですね、この、火星で発掘されたこのガンダムフレームをですね、このシノがまた使うようになりまして、カラーリングがこのピンク色になっています。で、こちらがですね、メーカーで組み立て完成した写真になってまして、こちらのモデルはですね、このモビルスーツ状態から、こういった四つ足のですね、この、タイプへとこう変形するようにできています。で、中に入っている、部品がこちらになりまして、こちらにはですね、このシールとか、あとこの、体の黄色い部分やこのピンク色の部分の、これは多分装甲の手足などの部品になりまして、あと白い部品があります。で、あとこちらがガンダムフレームの、グレー部品が入ってます。そして、ここにはですね、この、
ポリキャップや、あとこの武装関係などの、装甲パーツ、あとこの辺には、武装のパーツで、こう背中の、大砲の部分や、あと腰についている、銃の部分が入ってます。で、こちら完成品がありまして、一応ちょっとですね、まあ、完成品なんですが、ちょっとこれが、変形させた、こう、四つ足状態になってます。で、こうやってですね、まあ、モビルスーツ状態からこういった形態に、まあ、変形できるんですけど、まあ、これはですね、結局、この大きな、こう、大砲をですね、こう、安定して撃つために、こうやって四つ足になって、で、ここがですね、アンカーとかになって、こう、地面にぐんと刺さって、固定して、こう、使う、こう、要は固定砲台みたいな、使い方ができる、モビルスーツになってまして、こういったところにですね、まあ、頭がこうあって、こういう、カバーがこう、被ったりするようにできています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方がですね、こちらも鉄血のオルフェンズシリーズになります。こちらの方はですね、グレイズアインになります。で、価格の方が、こちらは1540円になります。こちらはですね、アインがですね、登場しましたグレイズなんですが、通常のグレイズと違いまして、非常にこの大型化されています。まあ、足や手などが伸びまして、さらには、手には大型のこの斧、で、肩にはですね、この隠し銃みたいのがありまして、で、足の方はですね、つま先を畳むとですね、この、ドリルのような感じで回転する、武器にもなります。こちらがですね、このメーカーで組み立てした完成写真になってまして、まあ、こういったですね、肩の部分の銃はこの展開ができるように、まあ、差し替えで再現できます。で、足の部分もですね、このつま先が閉じた状態の部品を差し替え式で、このようにドリル状にして、やる、相手を攻撃することができます。で、背中の斧の部分はこの、肩にマウントすることができます。中に入っている部品がこちらになりまして、まずこの辺が多分フレーム関係のグレー部品と、あと装甲関係のこのちょっと紫、ちょっと濃い青の部品ですね。これが入っていまして、で、ここにはポリキャップと、まあ、この動力ケーブル系の部品、あと足や体の部分の濃いこの青い部品と、で、ここにはシールと、あとつま先。ここにまあこう開いた足の部分とか手のパーツがあって、あとフレーム部品がありまして、で、こっちにはですね、その斧の、部品があります。で、こちらは完成品がご用意してありまして、一応作りますと、これになります。ちょっとですね、なかなかわかりづらいですけど、ちょっとかなり大型の、こう、モビルスーツになってまして、こうやってこう大きな、こう、斧を2本持ちまして、これ肩のところからですね、この、銃の部分が、まあ、このように展開して、まあ、これは差し替え式なんですけど、そういったことができるようになります。あとですね、まあ、腕のところにはこれちょっと稼働はしませんけど、スパイクのパーツなども、ついていたり、結構こう部品が豊富になります。次にご紹介しますのも、鉄血のオルフェンズ、シリーズになります。こちらはガンダムグシオンリベイクです。価格は税込み1320円です。こちらはですね、ガンダムグシオンをですね、こう、露獲しまして、鉄火弾の方がですね、使用し、秋広が登場しています。その時に、このパーツをすべて乾燥してますので、最初のこう、グシオンから比べると、かなりこう、フォルムが変わっています。で、こちらがメーカーで塗装組み立てした完成品になってますけど、この背中のですね、バックパックのところにはですね、隠し腕がついてまして、こちらの方にも、こう、装備とかを持たすことができます。こちらにまずシールとですね、あとこの、バックパックのところについているこの部品や、あと腕や体のパーツが入ってまして、ここにはですね、腰につく部分や足のパーツなどがあります。そして、ここにはですね、ちょっと体のね、部分的にオレンジ色の部品があるんですが、そこの部分や、あとポリキャップ、あと白い部品と、あとここにはですね、武器のものや、あとこのシールドの裏の部分とか、あとこちらの方にはそのガンダムフレームの部品が入っています。そしてこちらの方の、完成させたのがこちらになりまして、一応これですね、オルフェンズの方のオプションのちょっと武器も持たせてますので、これ全部はついてないんですけど、ついてたこのライフルのみで、斧とか他のものは、オルフェンズの、この武器セットから持ってきてます。で、これが先ほど言った、後ろのところにですね、こう隠し腕がありまして、こういうふうに、装備を持たすことができます。まあ、シールドの方はですね、手につけたり腰につけたり、することができますので、まあ、大体作るとこのような感じに仕上がります。次に、ご紹介しますのは、こちらがですね、バンダイの、ハイグレード UC シリーズの144分の1の、クシャトリアです。こちら価格が、税込み4950円です。こちらはですね、機動戦士ガンダムユニコーンに、登場します、モビルスーツの一つで、非常に大型の、モデルになります。肩の部分の バインダーや、あとこの体にいろいろこう、この丸いパーツなんですが、これがみんな、こう、メガ粒子砲になってたりとか、あとこのバインダーには、ファンネルや隠し腕が装備されています。で、こちらがですね、こうメーカーで完成させた写真になってますけど、まあ、こういったファンネルの方はですね、一個一個取り外しができまして、隠し腕もこう展開でき、ビームサーベルなどを持たすことができます。で、バインダーは非常にフレキシブルに動きますので、まあ、広げたりとか、あと収納状態の閉じた、こう状態も再現できるようになってます。で、中に入っている、部品がこちらです。まずこういった、まずこうエングレービングのところに使うシールや、あとこう動力パイプや、粒子砲の部分のこの、オレンジ色のパーツや、あとこの、
ダクトや腕のなどに使っている白い部品が入ってます。そしてこちらには、ポリキャップと、あとこう緑色の、走行パーツが入ってます。この辺は体とか、腰あたりだと思うんですけれども、そしてこちらの方にはですね、このバインダーパーツで、そのバインダーの内側やアーム、あと外側の緑色の部品や、この、ファンネル、隠し腕がありまして、この同じランナーがですね、この2枚これ入ってるんですけども、他のですね、これパーツですけども、これはビームサーベルのエフェクトパーツと、あとフレームの部品ですね。で、この辺が、足とかの使ってるこの、グリーンの部品が入ってます。で、これが、ちょっと濃いめの青い部品と、この辺もちょっと腰周りのとか体のパーツが入ってます。で、先ほどのこのバインダーパーツがもう一つ入ってて、これがその内側になります。で、こちらの方が、またこうフレームパーツで、ここにもちょっとこう、バインダーのアームの部分とか、その他のこの、関節などの部品が入っています。次にご紹介しますのは、こちらの方も、機動戦士ガンダムユニコーンに登場します、スタークジェガンになります。こちらの方は、価格がですね、スタークジェガンは、これがスタークジェガン。すいません。1760円になります。こちらのモデルはですね、ユニコーンに、ガンダムに登場します、ジェガンなんですけども、こちらはですね、エコーズ隊が所有して、装備なのがいろいろこの、また、通常のジェガンと異なったものになります。で、こちらがメーカーで完成させた写真になってまして、メインの武器としてはこういったバズーカーなどがありますけれども、ライフルやシールドなどもついています。で、こちらの方が、中に入っている、部品になりまして、ここにはですね、ポリキャップや、シール、あと武器やシールドの、グレーパーツや、あと、ちょっとで茶色みのかかったこの部品などがあり、あとカメラのレンズの部分のクリア部品もあります。で、こちらの方にはまたシールと、あと、武器の部品や、あとこちらが足とか、体などの濃い、緑色の部品が入っています。あとこちらには、グレーのフレーム部品と、あとこちらにはビームサーベルのエフェクト部品と、足や手、胴体などの、部品がここには入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらもハイグレード UC シリーズの144分の1スケール、ガンダム NT1 です。こちら価格が1650円です。こちらの方はですね、0080のポケットの中の戦争の OVA に登場するガンダムになりまして、特徴的なのはですね、ちょっと体の部分にチョバムアーマーというのをセットしてまして、それでこう、要はフルアーマータイプになった、ところがあります。で、こちらがメーカーで塗装組み立てした写真になってまして、で、こちらの方がですね、チョバムアーマーをセットした状態になってます。あと腕のガトリングのパーツや、あとビームライフル、あとサーベルなどが、部品として付いています。で、こちらの方が、中に入っている部品で、バーニアやこのアンテナの部分のオレンジ色の部品や、あと、部分的にあるこの赤い部品、あとこの武器や関節の、ちょっとこの青っぽいような部品があります。で、次にこちらの方が、チョバムアーマーの方の部品でして、で、ここがですね、足とかシールド、胸あたりのこの青い部品と、あとシールなどが入っています。で、こちらにはポリキャップと、あとこう体やシールド、手足ですね、そういったところや、あと腰アーマーなどの、白い部品が入っています。次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらはですね、ハイグレード UC の機動武闘伝の G ガンダムシリーズになります、マスターガンダムと、風雲祭機のセットです。こちらは価格が税込み3080円になります。こちらの方はですね、マスターアジアが、登場します、このマスターガンダムにですね、この上にこう、またがれるこの馬の方ですね、風雲祭機の方も、セットになっています。一応こちらがね、メーカーで組み立てした写真になってますけど、風雲祭機の方はこのような感じで、マスターガンダムを乗せることができまして、で、あとここにはですね、マスターガンダムのちょっとした、アクションがありますが、このマントの方はですね、こう畳んで、羽にしたり、こういう手、閉じた状態もできます。あとダークネスフィンガー用の、エフェクトパーツもついています。中の部品が、こちらです。まずはですね、シールやポリキャップ、あとこの、羽の部分や、足などの赤い部品、あと手の部品と、あとこのクリアーパーツが入っていました。そして、こちらの方には、マスターガンダムの濃い青い部品のところと、あとこのちょっと薄い青い部品のところで、頭などがここにも入っています。で、こちらがですね、この後ろのこのマントの、部品と、あとこちらの方が、肩や体のところの、濃いブルーの部品になります。で、こちらの方が、風雲祭機の、部品になってまして、胴体や足、などがここに入ってまして、頭部とかもここにありますね。こういった部品がここに入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方ですね。こちらの方は、ハイグレード UC シリーズの144分の1クロスボーンガンダム X1 になります。こちらの価格が税込み1980円になります。こちらの方はですね、
クロスボーンガンダムというこう漫画とかで登場します、モビルスーツになってまして、あのこう木製剣で使えますので非常にこう出力の高いあのスラスターなどがついた、まあモビルスーツになってます。こちらの方がメーカーで組み立て完成させた写真になってまして、であのこの武器の方がですね非常にちょっとこう特徴的な形をしてまして、このよくあの海賊とかが持ってそうなライフルのか、あ、ピストルのような形をしたライフルや、まあ、そのサーベルとかがありまして、あと背中のですねあのこの、コアファイターの方はあの、まあ、取り外しして、あとこう展開するだとか、この辺が差し替え式で、できるようになっています。で中に入っている、部品が、こちらになります。まずシールや、あとこのフレーム関係のグレーパーツ、あとこの白いあの装甲パーツ、足や頭、手、あと武器なども入っています。あとこちらには足の部分の赤いパーツと、濃い青いあのこの体の部分の装甲パーツなどがあり、あとこちらにはアンテナとかのこの、オレンジの部品と、あとこの辺はスラスターの背中のパーツが入ってます。でここも同じくスラスターパーツと、そのスラスターカバーや足などの白い部品と、あとこの辺にはあのこの、ビームサーベルやこの、シールドなどのエフェクトパーツ、あとこちらには腰回りの部品や、あとコアファイターの時のこの機種の部分などが入っています。次にご紹介しますのはこちらになります。こちらの方は、ハイグレード UC シリーズのガンダムサンドロックです。こちらの方は、価格が税込み、1650円になります。こちらは機動戦士ウィングガンダムに登場します、モビルスーツで、カトルの方が、登場しているモデルです。でこちらがメーカーで完成させた写真になってますけども、まあ、背中のですね、このヒートショーテルはですね、あのこう取り外しができまして、あと発光した状態の、こうパーツもついています。で、中に入っている、部品はこちらです。で、まずこちらの方にはですね、こうポリキャップや、あとシール、あとこの、シールドなどのこのちょっと、カーキ色の部品、あとはちょっとこう黒い部品なども入っていまして、あとこちらには、ヒートショーテルがこう発光したところのこう、クリアレッドの部品や、あとグレーのパーツ、あと足や肩などの装甲の白い部品と、あとこちらの方には、まあ、あのヒートショーテルの通常状態のパーツや、あとこの、ちょっとグレーの部品、あとこの白い、装甲のパーツで、まあ、頭とかも入ってますし、足や手なども入っていまして、こちらの方にはですね関節などのグレーパーツや、あと手などが入っています。で次に、ご紹介しますのは、あ、そうだ、すみません、あとこれがですね、あの、まあ、そのまま組み立てたものになるんですけれども、一応ですね、まあ、これそのまま組み立ててあのこう墨入れしただけでこのようなもうカラーリングの状態が作れますので、もう結構ねあのこういう細かいあのこう枠みたいになってる部品ところも後はめでちゃんとこの、ラインが出るようになってますので、結構こう塗装しなくてもいい感じで、彩色されています。あと次にご紹介しますのは、こちらですね、これが、リアルグレードシリーズのシナンジュになります。こちらは価格が税込み4180円になります。こちらのモデルはですねグロスインジェクションというあのこうすごくこう光沢のあるあのこう、パーツになってまして、見た目も非常にこう美しくて綺麗です。でこちらがですねあのメーカーで組み立てた写真になってますけど、こういったフレームの方にですね装甲部品をつけていきます。で金色のエングレービングのパーツはですねメッキパーツになってまして、それに上から黒い部品をはめることによりちゃんとこのラインがこう再現できるようになってます。あとは各関節が動くと、この装甲などがこうスライドして一緒に動く、機構も入っています。で、中に入っている部品が、こちらになります。まずはですねこれがその、ゴールドの部品になってまして、ここにですね黒い部品をはめていくことによりあのこのちゃんと黒ゴールドのラインが浮き出るようになっています。でこちらの方にはですねあのリアリスティックシールと、あとこのアドバンスド MS ジョイントというフレームがありまして、これを外してあの優しく動かせばもう一体成形の関節がこれで出来上がっています。あと白いパーツなどはこの、プロペラントタンクとか、あと動力パイプのグレーパーツなどが入っていまして、あとこの辺にはですね、ビームトマホークなどのこのビームエフェクトパーツや、あとこのシルバーのこの、フレーム内部の部品などがありまして、でこちらの方がグレーの、フレーム部品やあの武装のパーツ、あと、この辺はあのスラスターなどこうオレンジ色のパーツがこういろいろついてるんですけど、そういったところの、部品になります。でこの辺が、体のこの黒い部分のこう装甲で、まあ、こういうのがですね、まあ、そのエングレービングのこの外側にはめるような部品になっています。あとグレーの装甲パーツや、あと、この赤の、部品ですね、これがグロスインジェクションというになってまして、表面が非常にこう艶やかで綺麗なものになります。ここにはシールドや腰アーマー、あと足の部分や頭などが入っています。こちらにもあのそのグロスインジェクションのパーツがありまして、この辺はまあ腕足、まあ、いろいろ各部バックパックなどの部品も含まれてまして、で同じランナーが2枚入っています。でこの真ん中のところにはまた関節系の、フレームのグレーパーツが入っています。でこちらの方はあの完成品のがあるんですけれども、
これがですね、そのまま組み立てまして、あと墨絵と付属のシールを貼っただけの状態です。それでちゃんとこういったエングレービングのところが綺麗にこのゴールドがこう浮き出たこう形状になっていまして、でいろいろな部分がですね、こう稼働しまして、こういうところがこう動いたりとか、あと肩ですね、こういったところの走行が開いたり、あとこの足がですね、バーニアの部分がこう開いて展開したりとか、まあ、あとまたね、ハイグレードとか、違ったこうアクションがいろいろこの144分の1の中に凝縮されています。で次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方がですね、機動戦士ガンダム水星の魔女に、登場しますベギルベウです。こちら価格が税込み1760円になります。こちらはですね、こう水星の魔女の前日誕の方でこう登場しました、モビルスーツになってまして、この球体の部分がですね、この、ガンダムのですね、こう、動きをこう妨害するこうなんか波動みたいのをこう発する装置になっています。でこれがですね、メーカーで組み立て完成させた写真になってまして、その部品の方はですね、こうリード線でつなげまして、でこういったスタンドを使ってこう飾ることができます。で中に入っている部品がこちらです。まずこういったクリア部品がありまして、あとこの白い走行パーツで足や体、腕の部分などがあり、この辺にはバックパックなどのこの部品などが入っています。でこちらにはそのリード線の部分や武器のこの剣先の部分ですね。でこれがですね、その、紫色の走行パーツや、これが、あとこのノンキネティックポットなどの、部品がここに入っています。そしてこちらの方には、まあ、シールと先ほどのノンキネティックポットをこう、展示するこのスタンドですね。それとあとフレームとかに使ってますこう、関節とか肩のこう部品のちょっと濃いめの青の部品が入ってます。でこちらはですね、ちょっと完成品がありまして、作りますとこのような状態になります。ちょっとスタンドは別になりますけれども、こういった、形状ですね。でこれがほとんどもう墨入れだけして着色とかはしてない状態で、もうここまでカラーリングとしては再現できるようになっています。でここにですね、ポットの部分が本来はくっついてまして、それがこう射出するとこうリード線でこうつながっている状態になってます。で手のところの、ね、武器はもう固定式のこういう武器で、剣とかこうなんか射撃のこの、武器などがこうついています。そして次にご紹介しますのは、同じくこちらが、水星の魔女のシリーズになります。ハイグレード144分の1スケールのガンダムシュバルゼッテです。こちらは価格が税込み2090円になります。こちらはですね、第2期の最後の方にですね、出てきたモビルスーツになってまして、こちらはですね、このここに今も剣持ってるんですけど、この剣がですね、いろいろとこの分離しまして、さまざまな形になるようになります。剣になったりですね、背中についたこうフィンとかそういう風になったりしまして、一応こちらの方がね、メーカーで完成させた写真になるんですけども、こう取り外してですね、こういった背中にこうつけた状態もできますし、あと腰につけた状態っていうのもできます。でこのね、手に持ってるときはライフルになったり、あと剣になったりと、まあいろいろ様々な形に変わるようになってます。で中に入っている部品はこちらになりまして、その剣のね、内側にこう貼るシールがですね、結構こう硬いしっかりしたこう、こう綺麗なこう光沢のあるシールになってまして、あとこの白いこう走行パーツがあって、あとこの逆にこっちは黒いところの走行パーツがあります。でこれがですね、剣の部分の、クリアレッドの部品になりまして、でこちらがその、銃の部分のこの外側のパーツや、あと足や、まあ、ここもつま先、かかとの部分などのね、部品が入っています。そしてこちらの方にもまた同じようなこういった、ちょっときらびやかなこのシールが入ってまして、あとこの、クリアスモークのこの、透明パーツや、こちらにはこうちょっと紫色がかかったこのフレームの、部品とか手の部品が入っています。でこちらもですね、完成品がご用意してありまして、一応作りますと、このような、状態になります。これがですね、先ほどのちょっと部品を展開してこう背中につけた状態を再現しています。でここのですね、こうシールがこう非常にこの、光沢のある綺麗なこの、ちょっとこうメタル調のシールになってまして、でこういったところのね、胸のところとか肩のところに入ってるのもそういうのを使ってます。そしてこれがですね、その、まあ、剣のパーツなんですけど、ここがですね、まあ、ここの中にこう収納されてまして、まあ、こういった剣の状態になったり、こうライフルの状態になったりします。で、こちらの方もですね、パーツの組み替えにより、羽をこっちにつけたり、あと腰につけたりすることができますので、いろいろそういった、こうバリエーションがこう楽しめる機体になっています。次にご紹介しますのは、こちらの方になります。こちらの方が、バンダイの144分の1スケール、ガンダムエイジ1ノーマルになります。こちらは価格が、1320円になります。こちらは機動戦士ガンダムエイジに登場する、モビルスーツになってまして、第1機でこう主人公が、乗る機体になっています。こちらの方はね、エイジングシステムを使うことにより、まあ、その場その場でこのいろいろなこの、
こう対応のこうパーツを開発するようなこうシステムもありました。でこちらがメーカーで完成させた、写真になってまして、まあ、基本的にはですねちょっと一連戦争のガンダムをこうイメージしたようなこうデザインになっています。でこちらがですね中に入っている部品になって、でこれがポリキャップやあとこう足、体とか足に使う赤い部品、あと胴体の部分の青い部品とかがありまして、あとこの、首周りなどの黄色い部品とこの辺に頭のねとかアンテナの白い部品がこう入ってたりします。そしてこちらにはですねビームサーベルのエフェクトパーツや足や手、あとシールドなどの白い装甲パーツ、あとグレーの関節パーツなどがあり、武器やあとシールドの内側、あとこの手などの部品も入っています。で次にご紹介しますのは、こちらがですね同じく、バンダイの144分の1シリーズの、こちらがガンダムエイジ2ノーマルになります。こちらの方は価格が1650円になります。こちらも機動戦士ガンダムエイジに登場するモビルスーツで、こちら第2期でこう登場する、モビルスーツになります。こちらの方はですねこう変形機能がついてますので、こちらのモビルスーツ状態とこの飛行形態に、変形することができます。でこちらはですね、まあ、この昔のガンダムでいうとこの、ゼータガンダムの流れみたいな感じでこう今やこう続いていくような、感覚ですね。でこれがですねメーカーで組み立て完成した写真になってまして、まあ、モビルスーツ状態とこちらの、飛行形専用の台座がついてますので、これで、飾れるようになっています。で中に入っている部品がこちらで、まず、このビームサーベルのエフェクトパーツ、あと頭や足手などの白い部品や、お腹の部分の赤い部品、あと、こう体の青いところの部品とか黄色い部品がここに入ってます。そしてこちらの方にもこの青い部品が入ってまして、こちらはですね、まあ、飛行形態の時のこの、羽になる部分とかが入ってます。でこれが専用の台座になってまして、ここも飛行形態の時の羽の部品などの白い装甲がついています。そしてこちらにはよいしょっと、このポリキャップですね、あと武器やあのこう関節などのグレーパーツとあとシールが入っています。で次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらはですね同じく、バンダイの144分の1シリーズハイグレード、ガンダムエイジ3ノーマルです。こちら価格が1760円になります。こちらも機動戦士ガンダムエイジに登場するモビルスーツで、こちらは第3期で、使用されるモビルスーツになっています。こちらの方もですねもうモビルスーツ状態とこう変形してちょっとこう名前忘れたんです。変形してこう飛行状態になるようになってます。でこちらがですね、メーカーで組み立て完成したモデルになりますけど、こちらはイメージとしてはダブルゼータガンダムにまあちょっと近いフォルムをしている、モビルスーツになってまして、こちら、スタンドがついてますから、これもですね飛行形態で飾ることができます。で中に入っている部品がこちらでして、まずはこのポリキャップとあと体などのこうところの、青い部品とあとシールが入ってます。あとクリアのコックピットのところの、パーツ、あと胴体や腕などの白い部品が入ってまして、でこちらにはですね、まあ、黄色い部品と青い部品、あと、ビームサーベルのエフェクト部品やあとこの武器のこのグレーの部品が入っています。でこちらには、まあ、足や腰回りなどの白い部品とあと、まあ、ここには関節などのグレーパーツとあと専用のこれが台になります。で次にご紹介しますのは、こちらの方ですね。こちらの方も、バンダイの144分の1スケールハイグレード、ガンダムエイジ1のフルグランサになります。こちら価格が1760円になります。こちらはですねエイジ1、エイジ2から引き継いだエイジシステムをですねなくてもこう、使えるようにと改良されたエイジ1の、モデルになっています。でここがですねメーカーで組み立て完成させた写真になってますけど、最初のエイジ1から比べるとですね異常にこう装甲も、大きくなり、さらに武装なども強化がされています。で中に入っている部品がこちらで、まずここの、ポリキャップや、まあ、こう胴体の青い部品、あと首周りの黄色い部品や足のやあとお腹の、赤い部品ですね。それで白い部分には頭などの部品も入っています。でこちらの方にはですねまた武装などのパーツや装甲パーツのこの青いのが入ってまして、でこちらにはですねこの赤い方の、部品とあとビームサーベルのエフェクト部品や手足などのこう白い部品とあと関節などと手などのグレー部品が入っています。で次にご紹介しますのはこちらになります。こちらはですねバンダイの144分の1スケールの、ガンダムエイジ FX です。こちらの方は、価格が税込み1760円になります。こちらはですね最終決戦の時にこう使用しましたモビルスーツになってまして、こちらの方ですけどもね、こう体の部分にですねこういった剣の状態になっているこう、まあ、ファンネルのようなこの部品がありまして、それをこう射出して攻撃することができます。
でこちらの方があのメーカーで組み立てた写真になってまして、でこの剣の部分はですね、こういったちょっと円状になっているこうディスプレイ台がついてますので、これでこう展開した状態のところを再現できるようになってます。まあ、イメージ的にはこれニューガンダムをこうイメージしたあのデザインのモデルになってまして、で中に入っている部品がこちらになります。でこれがまあシールと、あとポリキャップ、あとこう体の青い部品や、あとこのアンテナ、あ、首周りの黄色い部品がこう入っていまして、でこちらがですね、その、ビットの方のこの、エフェクトのパーツと、あとそれを並べるこの台のところですね。でこちらの方にはあの武器の方の部品が入ってます。でこちらには、白いこう装甲パーツで、まあ、ここの辺には腰や足、あと手などと、あと頭もありまして、でここが専用の台座になってますから、これで飾れるようになります。あとは中のこの関節などのこのグレー部品が入っています。次にご紹介しますのは、こちらが、バンダイの144分の1スケール、こちらはガンダムレギルスになります。こちらは価格が、税込み1650円になります。こちらはですね、あのこう、相手方の方の、モビルスーツで、普通ちょっとこう恐竜みたいなあの、モビルスーツがよく出てたんですけど、今度はですね、こうガンダムタイプの、モビルスーツで登場します。でこちらがメーカー完成させた写真になってまして、あの基本装備は全て入ってます。まあ、シールドの部分もですね、こうスライドするギミックでこうレギルスビットがこう射出する状態を再現したりとか、あの顔の部分のですね、あれも目の部分もツインアイと通常状態が選べます。レギルスコアはちゃんとこう分離ができるようになっています。で中に入っている部品がこちらです。まずはですね、シールがあり、あとこのビームサーベルのエフェクト部品や、シールドや足、あと体、腕、武器などのこの白い部品や、あとこの辺にもですね、武器の部品とか、あとこの爪の部分ですね。で、あと体や関節などのグレー部品があります。で、こちらにはですね、この体の部分のこの青いパーツとシールドや足などの赤い部品、あとポリキャップが入ってまして、あとこの辺にも白い装甲部品が入ってます。で、こちらがですね、この黄色いあの、こう体の節々にあるこのスリットみたいになってる部品と、あとこの辺にも、あの、こう手や、あとこの体のこの装甲、まあ、腰回りなどと装甲などが入っています。次にご紹介しますのは、こちらですね。こちらの方が、ガンダムビルドダイバーズのシリーズになります。これはエクスバルティランダーになります。でこちらは、価格が、税込みですね、1430円になります。こちらはですね、この、第2機の方で使用するあのタイプ の, あのバルティランダーになりますので、最初の時とかなりまた装備やあのこのデザインが変わっています。でこちらがですね、メーカーで組み立て完成したモデルになってまして、こちらの方ですね、この大きなこの羽がですね、非常に特徴的になっています。であと、まあ、変形してですね、ちょっとこう竜というか鳥みたいな形状にもなれるようにはなってるんですけれども、で一応こちらにはですね、青いポリキャップや羽の部分のパーツや、あとこの足やあのこう体の金色の部品と、あと胴体の青い部品が入ってまして、でこの辺にはですね、こう胴体の部品や、あとこの髪の毛のところを再現している青い部品とか、あとこう金色のこの、部品なども入ってまして、こちらはあのシールが入ってます。これは SD のこの、瞳のある目とない目とどっちか選べるようになってます。あと、まあ、ここには尻尾とか胴体に使う、こう白い部品と、あと青いボールジョイントがあります。で次にご紹介しますのはこちらですね。こちらは同じくビルドダイバーズに、登場します、アルス R3 ガンダムになります。こちらは、価格が税込み1650円になります。こちらはですね、アルスの方がですね、あのこう、プラネットシステムのガンダムを見まして、それを、モチーフにして作った、モビルスーツになっています。でこちらがですね、メーカーで完成させたモデルになってまして、まあ、こちらのですね、真ん中にあるこの機体にですね、この装備をつけることによって、このアルス R3 ガンダムというのを再現している状態になっています。そして、こちらの方がですね、あのこの、パーツになりますけれども、こういったグレーのパーツとかありまして、これがですね、パーツ外した時に保持するあの土台の部分になってまして、あと手とか、あとシールが入っています。こちらにはですね、装甲のこう青い部品が入ってまして、これがですね、こう、そのフレームの方にこう取り付かう状態になります。でここには、ポリキャップやと、あとこの、中の方の、フレームの方の ガンダムの方に使う濃い青い部品や、ちょっと紫色の、あの、こう薄いパーツがあって、あとここにはですね、武器や関節、手などの、グレーパーツが入っています。で次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方は同じく、ビルドダイバーズシリーズになります。こちらは、コアガンダム、リアルタイプとマーズ4ユニットの、セットになってまして、こちら価格が税込み1540円になります。こちらの方はですね、このコアガンダムにですね、このマーズ4ユニットを取り付けた状態の、ガンダムを再現しています。で、こちらのね、コアガンダムにはいろいろなこの、パーツがありまして、それに換装することによって、その時々の、こう、シルエットを変えていくようになります。
で、こちらがメーカーで組み立て完成させたモデルになってますけども、まあ、この中に入っているコアガンダムがですね、これの場合はリアル、カラーの、ガンダムの方で再現してます。そして武装をつけることによりこのような形に、装備をつけることによってこの形になりまして、あと別売りの、武器を使うとこちらになります。で、中に入っている、部品がこのようになってます。まずはですね、このポリキャップとこのビームサーベルなどのこのエフェクト部品や、あとこの、ユニット用のこのこうパーツをはめる土台の部分、あと、こちらにはその台座のところの部品なども入ってまして、で、ここには、装甲のこう白い部品の部分や、あと中のコアガンダムに使う頭の部分とか体の部分が入っています。で、こちらにはマーズ4ユニットの赤い、部品やシール、あとオレンジの部品と、あと中のコアガンダムのお腹の部分のこの小豆色の部品があります。あとこの辺には、まあ、コアガンダムの、中に入っている黒いところの、部品が入ってまして、この辺に手足などのパーツが入っています。こちらも、ビルドダイバーズシリーズになります。こちらがですね、マーズ4ウェポンズになります。こちらは価格が税込み660円です。これは先ほどね、ご紹介しました、マーズ4ユニットのついた、ガンダムにですね、使用する武器のセットになってます。こちらの方は、メインはですね、こういった大きな、この刀状のこの部品、武器になってますので、これでこう、まあ、接近戦タイプになっています。で、中に入っている部品がですね、こちらになりますけれども、まあ、この辺がみんなちょっと同じこうグレーの色になってまして、こういった剣をですね、いろいろこう、はめたり組み替えたりすることにより、まあ、装備することができるようになります。で、次にご紹介しますのは、こちら、ビルドタイパーズシリーズになります。こちらは、ビートルウェポンになります。こちらは価格税込み660円になります。こちらはですね、またビートルユニットがついた、こうガンダムが出てるんですけれども、それに使う、こう、メインの部品になります。で、こちらはですね、どちらかというと、この、火器の、こう、強力な方のタイプになってまして、この大型のライフルやミサイル、ポット、あと、こう、背中のキャノンなどがついています。で、こちらの方の、部品はですね、このようになっていまして、まあ一応ビルダーズ系の部品ですので、いろいろ自分で工夫すると、他のガンダムにも使えますから、そちらで利用してみてはいかがでしょうか。まあライフルとか、ランチャーとか、あとミサイルポット、そういったものがここに入っています。で、次にご紹介しますのが、こちらですね。こちらの方が同じ、ビルドダイバーズシリーズになります。こちらは、ネプテイトユニットになります。こちらは、価格は990円です。こちらはですね、コアガンダム2の方に使用した、ユニットになるんですけども、ここは装甲パーツだけになりますね。この色の濃い部分ですね。これがついてます。これをですね、コアガンダム2に、セットしていくようになります。で、こちらがですね、そのコアガンダムに、取り付けた状態になってますので、このコアガンダムは別売りになります。で、こちらユニットの方ですね、中にあるベースを使うと、このユニットがこう飛行状態の方も再現できるようになってます。中に入っている、部品がこちらになりまして、まあ、こういった足の部分のですね、グレーパーツ、あとポリキャップとか、あとこれがそのベースのところですね、あとこう、飛んでる時を再現できるこの台がついてまして、で、こちらには、まあ、シールと、あとこの装甲のですね、この白い部分と、この、緑の部分がここには入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらもビルド、ダイバーズシリーズになります。こちらはサタニクスウェポンズです。こちらは、税込み660円になります。こちらはですね、サタニクスユニットを取り付けた、コアガンダムに、使用する、武器になってます。こちらの方はですね、ちょっとこういう、大型の、こう、武器で、この、まあ、ドリルのような状態のところ、黒の状態にしたパーツがありまして、これをですね、こう、取り付けて、あとはこれ2台が、合体することもできます。で、一応こちらがですね、まあ、同じ写真ですけど、まあ、使用した写真ですが、まあ、他のですね、ガンプラとかにも使用できますので、こう、改造パーツに使えます。で、中に入っている部品がこちらになります。まあ、その、先の部分のこの、とんがった、こう、パーツと、あとこちらの方がですね、その武器のこのユニットの部分やジョイントなどが入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらはですね、同じく、ビルドダイバーズシリーズになります。こちらの方は、フェイクニューユニットになります。価格は税込み935円になります。先ほどご紹介しました、このアース3ガンダムですね。こちらの方に使用できる、武装パーツになってまして、まあ、イメージとしてはですね、ニューガンダムをこうイメージした、こう、フォルムとカラーリングになっています。で、先ほどのアルスガンダムの中に入っているコアユニットにこれを取り付けていきます。で、一応こちらの方がですね、使用例になりますけれども、こういったユニットがありまして、これをこちらの方に取り付けます。であとまた別売りのですね、このフェイクニューウェポンズというのを使うと、この本当にニューガンダムみたいな、このこうファンネルがついた状態ができるようになります。で、中の部品がですね、こちらになります。まずこちらにはですね、この、白い部分の走行パーツで、まあ、青い部分、ごめんなさい、足の部分や肩の部分などがここに入っていまして、この辺には腰の部分や頭の部分ですね。そして、こちらの方は、
その、ユニットの方を取り付けるこう台座の部分と、あと手のパーツ。あとこれはですね、まあ、体のこの濃い部分の、あの、青い部品で、まあ、足の部分とかのパーツ、あと胸周りの、部品などが入っています。そして、こちらの方が、また、ダイバーズの方の部品になりますけれども、こちらがフェイクニューユニットになります。あ、フェイクニューウェポンズになります。こちらは、税込み770円になります。この部品はですね、先ほどのフェイクニューユニットを、装備しましたアルスガンダムに、取り付けるような、武器になってます。このですね、まあ、ファンネルをイメージしたパーツがついていまして、この中の2本のうちが、2本が、バラして、こう、ファンネルの、こう、射出できます。で、こちらがですね、こう、まあ、取り付けた、まあ、写真になりますけど、まあ、一応この武器の方がですね、このファンネルの部分と、このライフルの部分がありまして、そして、この、ユニットを取り付けた、このアルスアスリーに、こう、はめることができます。中についている部品がこちらになりまして、まあ、このね、射出形態ができる方の部品と、まあ、この固定状態の部品が入ってます。あと、ライフルに取り付ける部品と、あとシールがありまして、で、こちらもですね、まだ、ライフルのパーツや、あとファンネルのですね、内側につく部分などがここに入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらがですね、バンダイのハロプラシリーズになります。ハロのベーシックグリーンです。こちらは価格が税込み、550円になります。まあ、ガンダムのですね、マスコットの、筆頭となるこのハロの、一番こうベーシックなグリーンの、プラモデルキットになってます。こちらの方ですが、パーツをですね、取り外すことにより、この、手足が出ている状態なんですが、普通の丸い状態も再現できるようになります。で、こちらの方がですね、まあ、組み立てした写真になりますけれども、で、丸い状態でも台がついてますので、こう固定で、ちゃんとこう動かないように固定ができます。あと、この、口といったらなんですけどね、ここの部分もちゃんと稼働して動くようになります。で、中に入っている部品がこちらですね。こちらには、まず、この、ハロのですね、この顔の部分になるところと、手足のこの蓋の部分。で、この、倉庫、中のところにあるこの赤いパーツですね。あと手や、この、駆動する部分のパーツなどがあってまして、で、ここもですね、中の赤い部分と、この、下の部分のハロのパーツと、あと腕足のこのアームと、あとこの台の方がここについています。で、次に、ご紹介しますのは、こちらはですね、SD ガンダムのシリーズになります。こちらはですね、ダブルオークワンタになります。こちらは価格が税込み880円です。SD シリーズはリアルのモデルをですね、ぎゅっとこう縮めました、ちょっと可愛らしいモデルにした、シリーズになっています。で、こちらはですね、メーカーで組み立てしたモデルになりますけれども、ちゃんとですね、この、武器の方はですね、分解して合体して、こう大きな剣になるようになります。で、中の部品が、こちらになりまして、まずこちらには、まあ、シールと、あとこの、顔の部分とかの赤いパーツや胴体の青い部品、あと剣のところの、透明パーツや、あとこの目のところの部品ですね。で、あとここには背中の、武器の部分とか、あと肩などの青い部品と足の赤い部品が入ってます。で、こちらにはボールジョイントと、まあ、専用のこの台座と、あとここには頭、アンテナ、あと手足の白い、部品が入っています。次に、ご紹介しますのは、こちらも、SD ガンダムシリーズになります。こちらの方は、スーパーガンダムになります。こちらの方はですね、価格が税込み880円になります。こちらは、ガンダムマーク2にディフェンサーを取り付けた状態の、ガンダムになります。で、こちらがメーカーで塗装組み立てしたものになりますけども、まあ、ちゃんとディフェンダーの方はですね、外して、こういった、通常形態にもなれますし、こうマーク2を運んでいる状態も再現できるようになります。もちろん合体してこういった攻撃タイプのこの大きいこうライフルとミサイルポットなどもこうつくようになります。中の部品は、このようになってまして、まずこの白い、ごめんなさい、シールのパーツと、シールと、あとこのディフェンダーの部分のですね、この青い部品がありまして、でこちらはですね、羽の部分の白いパーツや、あとライフルの部分などが入っています。そして、こっちはガンダムマーク2の部品が入ってます。ここには、ポリキャップや頭や腰、まあ、肩などの白い部品と胴体の青い部品。で、ここにはですね、バックパックやアンテナ、あとこの足の部分とかの、この青や黄色や赤の部品が入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらもですね、SD ガンダムのシリーズになります。こちらはですね、ノエルジールです。こちらは、価格が税込み880円です。こちらはですね、スターダストメモリーに登場しました、このモビルアーマーの方の、SD モデルになっています。で、こちらがですね、メーカー完成写真になってまして、で、こちらの方には、このビームのこのエフェクト部品や、あとこの、腕をですね、伸ばした時のこのアームのこのパーツなども入っています。で、中の部品が、こちらです。まずですね、ポリキャップがありまして、この大きなですね、体の部分や、あと腰の部分などの、このグリーンの部品があります。あと腕もここに入ってますね。で、ここに腰回りの部品や肩の部品などと、あと頭の部品なども入っています。
そして、こちらにはですね、その装甲の内側になるこのグレーの部品などがありまして、で、ここにですね、その腕を射出した時のこのリード線などが入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方ですね。こちらも、SD ガンダムシリーズになります。こちらはデュエルガンダムアサルトシェラウドです。こちらは価格が660円になります。こちらのですね、ガンダムはちゃんと、このアサルトシェラウドのパーツがあって、この、デュエルガンダムそのものも、ちゃんと出るようになります。で、こちらがですね、メーカーで完成させたモデルになってまして、まあ、ここがですね、アサルトシェラウドのパーツをつけた状態ですね。で、これが外したノーマルのデュエルガンダム状態です。中に入っている部品が、こちらですね。まずシールがあります。あと、この辺はアサルトシェラウドの装甲パーツと、あと、デュエルガンダムのこの、腰のパーツですね。で、あと、頭の部品や、あと足のところ、あと武器などもここに入っています。そして、この辺には、ポリキャップと、あと、こちらがですね、ディエルガンダムのアンテナと足、あとお腹の部分などの、部品が入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらですね。こちらも、SD ガンダムシリーズになります。こちらは、ブレイズザクファントムのレイザーバレル専用機です。こちらも価格は税込み、660円になります。こちらの方はですね、レイが乗った、ブレイブザクファントムを再現したモデルになってまして、カラーリングがちょっとこの、白っぽいカラーリングとこの紫色が特徴です。で、こちらがメーカーで組み立てた写真になってるんですけど、この後ろのですね、バックパックは取り外しができるようになってまして、物合いのところはこう、いろいろこう、後で動かすことができます。そして中に入っている部品がこちらでして、まずこう、ポリキャップがあって、足などのこの濃いグレーの部品と、腰のこの紫色の部品、あとこの辺の白い部品が、まあ、手足などの、部品ですね。で、こちらには頭やシールドのところとか、あと胸の周りのこのパーツが入ってます。で、こちらには、このシールとポリキャップ、あとここにはですね、この、武器が入ってたりとか、後ろのこの、バックパックのパーツなどが入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方はですね、同じく SD ガンダムシリーズの、ガンキャノンです。価格はこちら550円になります。こちらはですね、1年生装の時にこう登場しました、モビルスーツになりまして、この後ろにですね、このキャノンがついています。で、これがメーカーで組み立て完成した写真になってまして、まあ、別売りのですね、ガンダムがあると、こうやってちょっと上半身と下半身を入れ替えたりする遊びもできます。で、中に入っている部品はこちらでして、で、まあ、ポリキャップと胴体の部分の赤い部品が入ってますね。そして、これ全部一色体になってますけど、あとシールと足の部分と、あとこの頭などがここに入ってますね。あとこの中の赤い部分のパーツは、まあ、これも足や手が入ってると思います。で、次にご紹介しますのは、こちらですね。こちらの方は SD シリーズのジャスティスガンダムです。こちらは税込み、660円になります。こちらはですね、ガンダムシードの、第1期の時にアスランが登場しました、モビルスーツになります。こちらがメーカーで塗装を組み立てした写真になってますけど、背中のですね、ファトムの方は分離することができるようになっています。中の、部品がこちらで、まずこの、白い、シールのパーツと、あとこのアンテナや、あとファトムの部分のこの紫色の部品、あとこちらの方にも、この、その部品や、あとジャスティスの、胸周りの部品などが入ってます。そしてこちらにはポリキャップと、あとこの、頭の部分とか腰周り、あと足や手などのこのちょっとピンク色っぽい色の、部品が入っています。次にご紹介しますのが、こちらになります。こちらはですね、レジェンド BB シリーズの、武者ビクトリーになります。こちらは価格が税込み、1320円になります。こちらはですね、ビクトリーガンダムをベースにしました、ちょっとこの、SD ガンダムシリーズになっています。で、こちらのモデルはですね、非常にこのゴールドの部品がこうたくさん入ってて、もう見た目もこうかっこよくできてます。で、こちらがですね、その完成させた写真になってますけど、まあ、軽装タイプにこの普通のこの鎧をつけた状態と、あとこちらのですね、金色のこうパーツをつけた状態と選べるようになります。で、中の部品がこちらになってまして、こちらにはですね、まずポリキャップとシールがあります。そしてあとこの辺がその金色のこのパーツになりますけど、武器や羽の部分などが入っていまして、そして、こちらには、額の部分のですね、このアンテナの部分の、ゴールドメッキの、部品が入ってます。で、こちらには、ボールジョイントと、頭や腰、腕、足の白い部品と、あと、まあ、胴体の部分などの青い部品が入ってます。で、ここには、足の赤い部品と、関節や、あと、こう、刀の鞘の部品とか、あと、この羽のところになる、この、ちょっと、キラキラした、このクリア部品が入っています。次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方はですね、同じくレジェンド BB シリーズになります。フルアーマーナイトガンダムです。こちらは価格が税込み1320円になります。
こちらの方はですね、またちょっと以前にナイトガンダムとか出てたんですけど、それのまたさらに装甲強化型になってます。こちらのですね、完成品がこの写真にありますけども、まあ、この軽装タイプがありまして、こちらに、この鎧を取り付けた、状態になります。そして中に入ってるシールもですね、こうメタリックのすごい綺麗なのが入ってまして、あと縦のね緑色のパーツや、あとこの兜の部分とか、まあ、背中の、鎧のこの部品のパーツなどが入っており、ここには軽装タイプの方の体の部品が入ってます。でこちらのねアンテナのパーツもこうメッキですごい綺麗なものが入ってまして、あとポリキャップや、あとこのクリア部品になった剣などのパーツが入ってます。でこちらには、この装甲のですね、部品が入ってまして、この辺は足とか、まあ、胴体ですよね。でこれもつま先の部分がありまして、でこの辺にはですね、兜や、あと腰回りや、あとこう肩とかの、こう装甲パーツがついています。次にご紹介しますのは、こちらもSD ガンダムシリーズになります。こちらはシナンジュです。価格は税込み1100円になります。こちらは機動戦士ガンダムユニコーンに登場した、まあ、シナンジュをこう SD 化したモデルになっています。でこちらがですね、メーカーの組み立て写真になってますけども、武器もちゃんとこう豊富で、ライフルからビームサーベル、あとビームトマホーク、あとシールドなどがついています。で中の部品がこちらです。エングレービングのところはですね、ちょっとこうちゃんとシールで再現できてますから、これで模様が作れます。あと体のね、黒い部分とか、足の黒い部分と、あとこの腰回りや頭、あとこのシールドですね。で、ここにも頭の部品が入ってますけど、そういった赤い部品や、プロペラントタンクの白い部品、あとこのビーム兵器のこのエフェクトパーツと、あとこちらにはポリキャップがあって、あとバーニアとか、あとこの足や手などの赤い部品と、あとこの辺が武器や関節などの、グレーの部品が入ってまして、でこちらにはシールと専用のこの飾る台も入っています。で次に、ご紹介しますのは、こちらの方ですね。これが、30ミニッツミッションズ、シリーズになりまして、こちらの方がベルデノバの、ネイビーになります。こちら価格が税込み1848円になります。こちらの方は背中にですね、こういった飛行用のバックパックを取り付けたタイプの、ロボットになってまして、でこちらがメーカーで組み立てた写真になってます。でこちらのパーツはですね、外すことによってこういった飛行機上の支援メカにもなります。あと部品の方はですね、今までのシリーズにいろいろ使ってカスタマイズもできます。で中の部品が、こちらになります。まずはですね、この装甲のこのネイビーのパーツの部分や、このキャノピーや、センサーの部分などのグリーンのパーツ、あとここにはですね、武器のパーツが入ってまして、こちらにはポリキャップや、あと羽のパーツ、あと足の部分のグレーパーツがあります。で、こちらの方には、肩などの、青い部品と、まあ、同じく武器のパーツが入ってまして、こちらには、まあ、バックパックの羽の部分や、あとこの胸のあたりにつく部品とか、そういうのが入っています。で、こちらの方は、フレームの部分ですね、関節などの、部品などがここに入ってまして、あと各種ジョイントがここに入っています。次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方は、30ミニッツミッションズのシリーズになります。スピナティオの、アーミータイプです。こちらは価格が税込み、1408円になります。このモデルはですね、スピナティオとスピナティアというのがあるんですけど、ちょっとこう男性タイプの方の骨格モデルの方に、このようなこう装甲を取り付けたモデルになっています。こちらがメーカーで組み立て完成した写真になっています。このスピナティオもですね、いろんなシリーズがありますので、まあ、それで部品を乾燥して、こう、楽しめるモデルになっています。で、中に入っている部品はこちらでなりまして、まずこのボールジョイントや、この、装甲のこの緑色の部品、あとここには、武器や、同じく、ま、装甲の、こう、グレーの部品とか、あとこの頭の、これ素体の方ですけどね、頭とかのこう部品もここに入っています。あとこちらには、この顔のところのこのレンズカバーの部品と、あと装甲の緑色の部品や、あとこのグレーの関節系のパーツが入っています。で次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらも30ミニッツミッションのシリーズになります。こちらは、アケルビーのタイプ A です。価格は税込み1848円です。こちらの方はですね、ちょっとこの、キュートな女の子の、デザインをしたモデルになってまして、こちらのモデルは30ミニッツシスターとも連動してますので、腕のパーツのこことかここの軸が同じ大きさになってます。あと顔のパーツもですね、変えられるようになってますので、そちらとの組み合わせも楽しめるようになっています。でこちらがメーカーで組み立てした完成品になりますけれども、まあ、武器としてはこういった銃がついてまして、それに銃剣がつくようになります。で、頭のバイザーはですね、こう、つける位置を変えることによってこう3段階に下げられるようになってます。で中の部品が、まずこちらになりまして、ここにはボールジョイントや、頭の部分などのこのピンク色のパーツと、あと体の部分のですね、ちょっと濃いめの、ピンク色の部品が入っています。でここにはですね、こう、銃剣の部分のパーツや、この目のところの、クリア部品と、このヘッドギアがあったりとか、
あとこの辺にはまた関節などのこのジョイントパーツなどが入ってまして、でこちらがちょうどこのフェイスマスクのところの白い部品です。ここにはあの武器の銃などが入ってます。でこの辺にはあのこうまたちょっとこの濃い色のこのパーツがありまして、この辺は足とかがまず入ってますね。でこの辺はまあこれも関節とかのこの部品とかになると思います。で次にご紹介しますのは、こちらですね。こちらはあのサーキミーツミッションズのシリーズになります。こちらはアケルビーのタイプ C の、モデルで、価格は税込み1958円になります。こちらはアケルビーのまたこうカラーバリエーションとこう髪の毛の形の違うバリエーションになりまして、こっちはちょっとこう落ち着いたグレータイプの色になってます。で髪の毛の部分はこうロングヘアタイプになっています。でこちらがですねメーカーで組み立て完成させた写真になってますけども、まあ、非常に関節もよく動きまして、武器もこちらの銃とこの、あの銃剣がついています。でバイザーも3段階にこう下げることができます。で中の部品がこちらですね。まずこちらには、ボールジョイントと、あとこのジョイント系や関節のグレーパーツ、あと、まあ、この辺が足などのこの白い部品が入ってます。でこちらにはこの、フェイスマスクの部品と、あと武器の、あのパーツなどのグレーが入ってまして、ここにはですね髪の毛の部分の部品や、あとこのゴーグルの部分が入ってます。でこちらはあのカメラの部分のこの、 あの目の部分ですね。それとあと銃剣のパーツと、あとまたここにはあの 3mm ジョイントパーツが入ってます。でここには、このまた白い装甲部品で、まあ、足とかあと手とか胴体の部分が入っています。でこちらのグレーの部品は、まあ、関節とか手の部品などが入っています。で次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方は、同じく30ミニッツミッションズのシリーズになります。こちらは大型、ブースターユニットです。価格は税込み、858円になります。こちらの方はですねカスタマイズパーツとして使えるものになりまして、まあ、こちらのユニットみたいな感じの、状態で、まあ、ここにですね、こう、要はグリップがありますから、ここを持って、こう、高速移動したり、足を外してですね、こう、ブースターの状態にしたりとか、いろいろ幅が広く使える部品になっています。まあ、一応こちらの写真もですね、その、いろいろな発展の写真になってますけども、まあ、同じような、この足つけたりとか、まあ、この、ブースターのこのユニットを全部くっつけた状態。あとは、まあ、いろいろこう、工夫することによって、まあ、形を変えた武装としても使えます。中に入っている部品がこちらでして、ここ辺にはですね、このグレーのこう部品の方で、こう中の、まあ、多分このメカのところになる、部品になると思いますけれども、であとこちらがですね、こうブースターのこの外側の、白い装甲や、このちょっと機種になるようなところの細長い部品などがここに入っています。こちらも30ミニッツミッションズの、パーツになります。こちらはオプションウェポンの、カスタマイズウェポンの、戦国兵装です。価格は税込み、550円です。こちらのモデルはですね、こう日本のこの戦国時代をイメージしました武器のセットになってまして、こう三股槍とか薙刀とか、あと刀ですね。で、ちょっとこう種子島銃っぽいものとかが入っています。で真ん中に入っている部品はですね、基本的にはもうちょっとグレー一色のパーツになってまして、あとはいろいろ組み合わせでオリジナル武器を作ったりとかもできますので、幅広く楽しめる部品の一つになっています。で次にご紹介しますのは、こちらですね。こちらはですね、フィギュアライズスタンダードシリーズの、ラクスクラインになります。こちらは価格が税込み、3520円になります。こちらはガンダムシードのヒロインのこうラクスクラインのプラモデルキットになってます。各関節が稼働するプラモデルキットになってまして、専用の台と、あとこの、ハロの、このプラモデルも一緒に入っています。で、中の方ですね、こちらに、が完成写真になってますけれども、瞳のところはですね、こう色デカールが入ってますので、これで表情を選べるようになっています。あと、こちらのモデルはですね、この、オリジナルデザインのこのミニスカートも入っています。で、中に入っている部品がこちらになりまして、まずですね、一番特徴的な部品としましては、このスカートのパーツがあります。これはですね、この柔らか素材を使いまして、内側のこのパーツに、外側のこのパーツをはめるような仕組みになっています。それによって足を動かした時に、スカートがちゃんと動いても、内側と外側がある程度噛み合いますので、スカートがこう開いた状態に、まあ、なんか隙間が見えた状態にならないようになっています。で、あとこちらの方がシールとか、あと肌色のところの部品なので、まあ、腕や足や手、あとこう顔のパーツ、こういったところがここに入っています。で、ここにですね、ちょっと、水転写シールが入ってますので、これでいろいろ表情付けをこう選ぶことができます。そしてこちらにはですね、この同スケールのハロの、プラモデルと、あとここにはですね、体とかスカートなどの白い服の部品が入ってまして、で、こちらが、髪の毛の、部品と、そのオリジナルのこの、ショートのこのスカートの、部品と、あとプリント済みのフェイスパーツも一つ、ごめんなさい、入ってましたね。で、あと、この専用の、こう、ディスプレイスタンドがついています。で次にご紹介しますのが、これがですね、ちょっとお客様が、作ってきていただいた完成品になるんですけども、これはちょっと塗装してありますので、
ちょっとね、今のと色合いが変わってますけれども、まあ、作るとほぼこのような、こう、イメージで、組み立てられるようになってます。でも先ほど言ったスカートがですね、ここの部分がですけども、これがこう、柔らかい素材になってますので、これがですね、動かした時にうまくこう、隙間がこう出ないようなこう仕組みで作られています。であとはこういうね各関節が動きますので、いろいろなこのアクションポーズをつけて楽しむことができます。そして、次にご紹介しますのは、こちらの方になります。こちらの方が13ミニツイシスターズの、シリーズになります。こちらは、アイドルマスターシャイニーカラーズの、こうフェイスパーツのセットになってまして、こちらの方が、大崎天下と桑山千雪の、こうフェイスパーツセットになってます。こちらは価格税込み、2750円になっています。こちらの方はですね、この頭部とヘアのパーツ、ヘアスタイルパーツがついた、セットになってますので、こちらのボディーパーツにですね、この2人の頭部をつけることにより、こちらの大崎天下や桑山千雪にこうコンバートすることができます。まあ一応これがですね、パーツを使った状態の写真になってますけれども、あとこの頭部パーツをですね、13ミニツシターズシリーズのこう胴体の方に使うこともできますので、こちらがカラー A タイプになってますから、カラー A のボディに合うようになってます。ちょっとイメージ的にはですね、ちょっとこれがあるんですけれども、まあこの、パーツのですね、要はこの頭部の部分をこちらの方に取り替えることにより、こちらのキャラクターにこう仕上げることができます。中の部品がこちらになりまして、こうやってプリント済みの、フェイスパーツがこう2つ、入ってまして、でこちらにもですね、こう2つ入ってます。そしてこちらの方がこうヘアスタイルパーツと、あと髪の毛のところにですね、つけるアクセサリーなどの、部品がここに入っています。次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらは13ミニッツ、シスターズのシリーズの、あとネバリアになります。こちら価格が税込み、2750円です。こちらはですね、カラー A タイプの、ボディーパーツを使いました、シスターの、キャラクターで、ちょっとこうですね、なんていうんですか、悪魔というか、そういうようなイメージに近い、こう装飾をしています。で、こちらがメーカーで完成した写真になってますけども、まあ一応この、通常のこのノーマルタイプと、あと武装タイプというのが、作れるようになります。あといろいろな部品が出てますからね、オリジナルのシスターの部品としても使うことができます。中に入っているパーツがこちらになりまして、まずこの、塗装済みのこの、フェイスパーツが3つ、ついています。そして、こちらにはですね、まあ、体やね、こう、武装などの、この、ちょっと濃い、こう、紫の、部品が入ってまして、こちらは体のところの、この、少し明るめの方の、紫のパーツで、まあ、足とかですね、腰の部分などが入っています。で、こちらには、各部、手首のジョイント部品と、あと、ここが3ミリジョイントのリングパーツが入ってます。で、こちらが、髪の毛の、部品がありまして、で、この真ん中にあるのが、まあ、こう、武装などの部品と、あと、この辺が、薄紫の部品や、あと腕のところなどのね、肌色部品や、靴のこの紫色の部品が入ってます。で、次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方も13ミニシスターズの、オプションパーツになります。こちらの方はファングコスチュームのカラー A になります。こちら価格が税込み1650円です。こちらのパーツはですね、この色の濃い部分のこう部品が入ってますので、まあ、胴体の部分と腕のここの部分と腿のここの部分と、あとこのヘッドギアとこうヘアスタイルパーツ、あとこのボディカラーに合わせた3ミリジョイントパーツが入っています。で、こちらの方にですね、まあ、カラー A の対応しましたキャラクターの、頭部や、あと腕、足を持ってくることにより、まあ、この全体の、シスターが作れるようになります。中に入っている部品がこちらになりまして、まずはこの、ヘアスタイルパーツや、あと頭のこの部分の部品が入ってまして、あと3ミリのこのリングジョイントパーツ、あとこの辺にはコスチュームのちょっと濃いめのこの紫の部品などが入ってまして、あと肌色の部品もここに一部入っています。で、こちらにはですね、このヘッドギアのパーツや、あとこの頭の部分のこう、ジョイントなどの部品が入ってまして、あと、こうプリントがされてないこのフェイスパーツもありますから、別売りの水転写デカールで表情付けができるようになります。あとこちらの方にもですね、関節パーツや、あとこのお腹やもも腕の部分の、肌色パーツが入っています。次にご紹介しますのは、こちらの方ですね。こちらも13ミニツシスターズの、オプションボディーパーツセットの、リーパーコスチュームカラー A になります。こちらも、価格が1650円になります。こちらの部品もですね、この色の濃いパーツが入ってますので、この、ヘアスタイルパーツ、ヘッドギア、ボディ、あと腕のこの部分と腿のここの部分が入ってまして、あとそれの色に合わせた、リングパーツなどが入っています。そして胸の部分はですね、ちょっとデザインの違うものがもう一種類入っています。で、こちらがですね、そのカラー A に対応したボディのパーツを持ってきて、全身図を作った、一例になっています。で、中の部品はこちらになります。まずここにはですね、この、プリントされてないフェイスパーツがありますので、これは、別売りの水転写シールを使ってください。あと、首や顔の部分を取り付けるジョイントパーツが入ってます。で、ここにもですね、この、
頭のところのジョイントパーツや、あとヘアスタイルパーツ、あと肌色のここの部分の関節の部品などが入っています。でこちらにはですね、この3ミリジョイントのリングパーツと、あと体のこの胸のあたりや、もも、あと腕の上の部分の、肌色部品、あと胴体の白い部品やピンク色のパーツなどがここに入っています。次にご紹介しますのが、こちらになります。こちらも30ミニッツシスターズのオプションボディーパーツ、イビルコスチュームカラー A になります。こちらも価格は1650円です。こちらもですね、この色の濃いパーツが入ってますので、ヘアスタイル、ヘッドギア、胴体、あと腕のここともものここが入ってます。あとこの色に合わせた3ミリジョイントパーツが入っています。でこちらもカラー A の、キャラクターからパーツを持ってきて全身図を作った写真になっています。中の部品が、こちらになります。まずこのヘッドギアの部品や、ももや腕の部分の肌色パーツ、あとこの3ミリジョイントのリングパーツ、あとこちらではプリントなしフェイスパーツですから、水転写シールで表情付けしていただいて、あと頭や首などのジョイントパーツ、あとこちらのヘアスタイル部品とか、ボディとかに使うジョイント部品、あとこちらの方にですね、ボディパーツのちょっと紫色のパーツと濃い紫色のパーツや、あとこの胸あたりの部品と、あとこの、グリーンのパーツが入っています。次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらも、30ミニッツシスターのオプション、ボディパーツの、タイプ S03 のカラー C になります。こちらは880円です。こちらもですね、色の濃い部分のパーツが入ってますので、この、体の部分と、あと腕のこの上の部分と、もものここの部分と、あとこの3ミリジョイントパーツが入っています。こちらの方はカラー C のキャラクターに対応した部品ですので、頭部などはですね、ルルチェからこれ持ってきてまして、あと手や足の方はレッグ&アームパーツの方のカラー C の方を持ってきて、この全身図を再現できるようになってます。あとはですね、別にこの素肌タイプにこだわらずに、ここにこうですね、メカタイプの手足をつけてもまた、いいと思います。部品としてはこちらの方になりますけれども、肌色のパーツや、あとこのジョイントパーツ、あと水着の部分のパーツなどが入っています。で次にご紹介しますのは、こちらも30ミニッツシスターの、オプションパーツになります。こちらの方はリーパーアーマーセットで、価格が税込み880円になります。こちらの方は武器のセットになってまして、こちらのこのサポートメカと、あとこの、鎌のような部品、そしてこの、ナイフのような部品はですね、2つくっつけるとハサミのような武器にもなります。あとはアーマーパーツなどが入っていまして、写真はですね、これイルシャナなものですから、ちょっとそれに使ってるんですけれども、他のキャラクターにも使えるようになります。中の部品はですね、こちらの方になりますが、ちょっとこの濃いね、紫色のこうパーツがありまして、一部この肌色のこうパーツもあります。これはカラー C 対応の、パーツになっています。次にご紹介しますのが、こちらになります。こちらの方はですね、フィギュアライズスタンダードの、仮面ライダーで、新仮面ライダーバージョンになります。こちら価格が税込み4400円になります。こちらはですね、新仮面ライダーという映画の方で登場しました、この、1号ライダーになります。でこちらの方がメーカーで組み立て完成させた写真になっています。でこちらの方は各関節が動きますので、いろいろなこうポージングが取れて遊べるようになります。でマフラーの方はですね、この、普通に垂れた状態と、こうなびいた状態などが入ってまして、ちょっとこれデザインでね、ですね、後ろのところからこう髪の毛がこう飛び出ている、ヘルメットパーツになっています。で中に入っている、部品がこちらになります。まずはですね、このシールがありまして、ちょうど一部、素肌が見えるところですね、首の部分や顔周りなどの、ところのパーツと、あとこれの方がボディの、黒いスーツの部分ですね、腕足がついてまして、さらにこの目の部分になるこのクリア部品などがあります。でここには胴体などのこの黒い部品と、あと胸周りとかお腹周りのこの緑色の部品があります。で次にこちらの方がですね、このベルトの部分などのシルバーの部品があります。でこちらの方にも黒いパーツと、これがちょっとマスクの部分ですね、入ってまして、これがマフラーの部分になります。でこの辺がですね、このちょうどブーツとか腕の、グローブの部分などの部品と、あとこれが手の、平の部品ですね。でこれがベルトの白いところと、あと専用のこのスタンドがついてますので、これでアクションした状態で飾ることができます。で次にご紹介しますのは、こちらですね。こちらが、ポケットモンスターのシリーズになります。こちらの方はレッグーザになります。こちら価格の方が、税込みで1650円になります。こちらのモデルはですね、接着剤不要、工具不要で作れるプラモデルキットになっています。でこちら作った後はポケプラアクションで各体の部分がこう動くことができますので、後で遊ぶことができます。
こちらがメーカーで完成させたあの写真になってますけれども、こういった節々がこう動くようになってまして、あの飾るためのこの雲をイメージした台も入っています。で中に入っている部品がこちらになりまして、まあ、あとシールですね。目の部分や口の部分、あとシールのこう、白いこの雲をイメージした台座や爪のパーツ。で、体の模様になる黄色い部品はですね、これ全部別部品になってますので、この緑色の部分にはめ込んでいけば、その色をこう再現できるようになっています。で、こちらも同じように、緑色のパーツがあって、この黄色い部品をここではめ込んできます。で、このヒレの先のところの、このピンク色のパーツなどがありまして、こちらの方には頭のところの部品や腕などの、部品があります。あと、このですね、ポケプラクションっていうのをこうイメージするとですね、ちょっと、同じこう、体の長い、このギャラドスですね、ちょっと、持ってきましたけど、まあ、これなんかもですね、こう部分的にこう節がこう動くようになってまして、体をこうグイ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 ね、グリ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 動いたりですね。あと、こう首の部分を振ったりとか、まあ、ギャラドスの場合ですとね、ちょっとごめんなさい、外れちゃったけど、こう、ヒゲのね、パーツがこう動いたりとかする、アクションがあるので、まあ、作った後もいろいろこう遊べます。で、次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらはですね、劇場版、エヴァンゲリオンに、登場します、人造人間エヴァンゲリオン初号機の、ジョバージョンになります。こちら価格が税込み、4180円です。こちらのモデルはですね、いろいろこう各関節が動きますので、エヴァのですね、動くこうアクションが、楽しめるようになります。で、こちらがですね、こうメーカーで組み立て完成させたモデルになりますけど、口などはですね、開きまして方向ができまして、こういった走るようなポージングもできます。で、エントリープラグは取り外すことができまして、アンビカルケーブルは取り外しもできます。で、ここにはですね、プログレッシブナイフが、入ってますけども、まあ一応展開した状態のこのナイフが入ってます。あとはこちらの、ガトリングガンと、あとパレットライフルが入っており、あと様々なこの手の形をしたパーツと、あと AT フィールドの、こう印刷されたプリントパーツが入っています。で、中の部品がですね、こちらになります。まずですね、ちょっとこの、体のね、部分にこうあるこの緑色のですね、ちょっと綺麗な部品と、あとシールや、あとこの足とかのところに使ってるオレンジ色の部品、あと胸とかのちょっとこの薄いブルーの、部品がありまして、で、こちらにはですね、ケーブルのこうリード線や、あとこう手足、あと体などのこの、紫色の部品。あとこちらにはパレットライフの部品と、あと桃太との足の部品があります。で、こちらには、ポリキャップと、ここも大体足の部品だと思うんですけれども、で、ここがですね、緑色の部品で、この肩の部分やお腹の部分の、部品です。そして、こちらには、ガトリングガンがまずありまして、で、体のね、中にあること、節の部分のこう黒い部品ですね、あと肩のところの、パーツなどもここに入っています。で、こちらがですね、ちょっとこの、特殊な素材で、関節を中にこう組み込んだパーツの、上からちょっと柔らかい素材を成形しているものですから、肘の部分の関節がないのにちゃんとこう動くようになっています。そして、こちらが手首の、部品と、あと顔の部分のこの赤いパーツや、あと体のところに使っている黒い、部品が入ってまして、で、こちらがこうペット素材にこうプリントされました AT フィールドの、部品になります。で、こちらの方ですけれども、ちょっと完成品がご用意してありまして、ちょっとですね、こういう風に組み立てると出来上がります。これはただそのままちょっと組み立てた状態で、ここまでこうカラーリングが再現できるようになってまして、まあこういったケーブルもこうついています。で、口なんかはね、こうやって開けたり閉めたりすることができます。で、先ほどの腕の部分ですけれども、この関節がここにちょっと見えないんですけど、あとここのところがですね、中のところにも関節が仕込んでありまして、これがまあ柔らかいこのよくこう、ゴムみたいな感じの素材で覆ってありますので、これがこういう風に動くようになってます。そして、次にご紹介しますのは、同じく、このエヴァンゲリオンシリーズになりまして、こちらの方が、人造人間エヴァンゲリオン初号機のハバージョンになります。こちら価格が税込み、4180円になってます。こちらはですね、映画の、第2期の方になる、ハバージョンの方の、エヴァンゲリオン初号機になります。で、こちらがですね、メーカーで組み立てた写真になってるんですけど、これはですね、こう上から人が落ちた時に、こう、受け止めるときに、使った AT フィールドのパーツが入ってたり、あと、こう、ナイフや、あと、まあ、口が開いたり、エントリープラグが出たり、あと、こう、プラグが取り外せたり、するようになります。で、武器としては、パレットライフルが、ついています。で、中の部品が、こちらになりまして、先ほどの、エヴァとほぼ、こう、パーツ形成は変わって、ないんですが、ちょっと色合いがですね、このグリーンの部分とかが若干変わっています。あとはですね、オレンジ色の部品とか、胸とかに使ってるグレーの部品と、あとこのですね、ももとか、あとこの、他の足の部分とか、肩の部分に使ってる紫色の部品と、あとこの辺には手首のですね、パーツがありまして、で、体のですね、この関節になったりする部分の、この黒い、部品などが入ってまして、
で、こちらもですね、先ほどご覧に入れました、この、関節の上から柔らかい素材でコーティングした腕パーツ。で、これが頭の部分のところの赤い部品とか、あとパレットライフルと、あとこの、肩やお腹に使う、緑色の部品ですね。で、こちらには、こうシールと、あと、こう、ポリキャップ。あと、この辺も、足などの、こう、パーツが入ってまして。で、こちらには、ケーブルのリード線。あと、胴体や、肩とかに使う紫色の部品と、で、まあ、中のこの、この部品がありまして、それで、こちらの方が、この、AT フィールドの、プリント済みパーツになります。次に、ご紹介しますのは、こちらもエヴァンゲリオンのシリーズになりまして、エヴァンゲリオンの C 劇場版派に、登場します、人造人間エヴァンゲリオン初号機の、覚醒バージョンです。こちら価格が税込み、4180円になります。こちらはですね、この、ボディカラー、緑色のところがですね、ここ赤くこう変色しまして、で、こう切れちゃった手のところがですね、ちょっとこう光った、この、パーツで構成されてまして、あと後ろのところにですね、この天使の輪みたいな、パーツが、付くようになります。で、一応ですね、腕の部分はですね、通常のこの、パーツとして入ってるのもありますので、まあ、どちらかこう選択して、付けるようにできます。で、あと武器としてはですね、同じようにこう、プログレッシブナイフや、あとパレットライフルの方が付いてます。で、中の部品がですね、こちらになりまして、まあちょっとね、色合いが、まあ先ほど言ったようにちょっと赤くこう変わってますね。それであと、シールなどがありまして、あとグレーのこの部品なども入っています。そして、こちらの方にはですね、先ほどのこの天使の輪のところの、部品などが入ってまして、あとここには、まあ足とかのこの紫色の装甲パーツと胸の赤いパーツが入ってます。で、こちらにはケーブルのリード線と、まあ、体のこの黒い部分や肩の黒い部品のパーツが付いています。そして、ここが、先ほど言った、この、ちょっと光った、この腕の部分で、これはですね、まっすぐ伸ばした状態と、この曲げた状態がついてます。あと、この手のひらの状態、手のひらも開いた状態と閉じた状態のがついてます。で、この辺が、お腹などの、このまた同じく、こう、赤くなった部品です。で、こちらが、関節が、こう、仕込まれた、この、腕の部品と、こちらが、ポリキャップと、あと、足などの、この紫色の部品がありまして、で、こう、顔のところに使う赤い部品と、手首のパーツ、あとパレットライフルなどがここに入ってます。そして、こちらの方には、また腕や足などの、まあ、紫色の部品ですね。あと頭のところも入ってまして、あとこの、関節などのこの素体の方の、黒い部品が入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方になります。こちらの方も、エヴァンゲリオンの新劇場版ハに、登場します、エヴァンゲリオンマーク、6になります、こちらの方は価格が税込み、4620円になります。こちらはですね、月から、降りてきた、エヴァンゲリオンで、カオルが、こう、パイロットとして、その時は、乗っていました。こちらがですね、メーカーで塗装を組み立てしたモデルになってまして、こちらの方にもですね、こう、天使の輪のような、この、パーツとですね、あと、槍のパーツが付いています。で、この槍のパーツはですね、こう、別売りの初号機のこのところに、こう、刺すように、できるように、こう、この、刺す固定の部品なども入っています。で、中の、部品がこちらになります。まずですね、こちらの方には、この体や、腕や足の部分に使うオレンジ色の部品とか、あとグレーの部品、あとこのちょっと、薄い、こう、グレーの部品などがあり、あとここにはシールが入ってます。あとこれが、この天使の輪のようなこの部品が入ってまして、で、こちらの方には、腕とかの部分に使うこのオレンジ色の部品と、あと肩の、部品が入ってます。で、ここにはですね、関節が仕込まれた、腕部品と、で、この辺には、この、足などの、この、装甲の、部品などが入っていました。頭などもここに入ってました。そして、ここにはちょっと茶色系の部品と、薄いグレーのパーツ、あとこの、クリアーパーツや、あとポリキャップ。で、ここにもですね、これ多分この目の部分になると思うんですけど、この緑色のクリアーパーツや、あと手首パーツ。あとこの槍の部品とか、あと胴体や腕などに使う青い部品と、あと、こちらの方にはですね、この、展示用の台座がついてます。ここには、この体の中のこう素体の方になる、この、まあ、フレーム状のパーツとか、あと、関節などがここに入っていまして、で、こちらにはですね、また別のこの、専用のスタンドが入っています。で、次に、ご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方は、同じく、
エヴァンゲリオンの新劇場版に登場します、エヴァンゲリオンの2号機になります。こちらは価格が税込み、5280円になります。こちらはちょうどエヴァンゲリオン2号機が登場した時のこのフライトユニットと、その時に使ってたこのボウガンの状態の、武器などがついています。で、こちらにはですね、完成させた写真がありますけども、まあ、ここにはですね、スピア状のこの武器や、あとライフルなども入っており、エントリープラグは取り外せ。こちらにはですね、まず、ポリキャップが入ってまして、あとこのね、足などのこう赤いところの部品とか、あと肩のオレンジ色ですね。こうやってこの、黒い、まあ、これ腕のところだと思うんですけど、そういった部品などがここには入っていまして、で、ここに、シールが入ってます。そして、まあ、靴の部分、まあ、靴の足の裏ですね、とかの、こう、オレンジ部品や、グレーの部品、あと、腕のところの黒い部品や赤い部品が入ってまして、で、この辺には茶色い部品と、あと、ここも、まあ、足などの、この、赤い部品が入ってます。で、こちらには、こう、関節が、こう、中にもう仕込まれている、この、柔らか素材の腕パーツと、で、ここにもまた肩の、部分などのオレンジ部品があり、で、ここにはですね、この、武器などの、部品が入っています。で、ここにはケーブルのリード線と、あとこの、フライトユニットのこの部品などがありまして、で、ここには肩の部品とかのこの黒いパーツが入っています。で、ここにはオレンジ色の、まあ、頭の部分とかの部品と、あとこの手首パーツ、で、あとパレットライフルがあります。そして、ここには、まあ、中のですね、こう黒い素体の部分の、フレーム関節などの、部品が入っています。あとですね、次にご紹介しますのは、まあ、この辺はですね、この、まあ、こう飾るこう道具になりますけど、このアクションベースの2の、まあ、ブラックとグレーになります。両方とも価格が税込み、495円になりまして、まあ、作ったガンプラなどをですね、こう、かっこよく飾るために使用する、台座になってます。あと、この台はですね、連結することができますので、ここにあるように、こう、決闘シーンみたいなのも、できるので、まあ、いろいろ使い方によって発展性があります。あとはですね、こちらの方が、ガンダムデカールになりまして、こちら価格が、これはですね、144分の1の逆襲のシャア、シリーズに使える、地球連邦側のデカールです。価格は税込み440円になります。で、こちらの方はですね、水転車式の、デカールになってまして、一応こちらの方にあります、まあ、リガジーとか、ニューガンダムなどに、使える、水転車シールになっています。で、次にご紹介しますのは、今度はコトブキ屋のですね、新製品になります。アルカナディアシリーズになります。こちら、ソフィエラです。こちら価格は税込み、8800円になります。今回のキャラクターはですね、ちょっとこの、ちょっと悪魔チックな、ちょっと妖艶なこの女の子が、こう、描かれたこのままイラストのこのボックスアートがまずありまして、で、こちらの方がですね、メーカーで組み立てした、状態になります。まあ、こういった、まあ、素体モードがありまして、それに、さらにこう、武装をこう、つけた、この武装モード、こういった風に、いろいろこう、パーツを組み合わせて、こう、展開できるようになってます。こちらがその部品の応用例だと思うんですけども、組み合わせによっては、いろいろな、こう、装備の組み合わせができるようになっています。で、中に入っている、部品の方が、こちらになります。まずですね、こちらに入ってますのが、まあ、この辺が多分装備品の方の部品になると思うんですけども、ちょっとこの紫色で割と光沢のある、こう、ちょっと結構とんがった武装が多いですね。で、これは同じランナーが2枚入っています。そして、こちらの方にはですね、ちょっと、金色かかったような感じのこの、部品が入っています。そして、この辺は、まあ、スカートとか、あと胸周りなどの、服装の部品になると思いまして、で、この辺は多分装備品の方の紫色の、部品です。で、この辺は素体の方の、体の方ですね。足とか、手とかになると思います。で、ここは、同じく素体のこの肌色パーツで、まあ、足や胸周りなど、まあ、あと腕なども入ってるんじゃないかとは思います。で、ここもちょっとまた、こう、武器のパーツですね。非常にこれ鋭い、こう、鎌のような状態の、部品が入ってまして、で、この辺も多分、こう、素体の足の、部品などになると思います。で、こちらは逆にこの服などに使っているこう白いパーツですね。まあ一部ちょっと、こういった武装系のようなこのまた鎌みたいな、パーツも入ってたりしまして。で、あとこちらには専用のこの台座がありますから、これでこうしっかり飾ることができます。で、同じくまあこちらの方にもですね、またこのクリアーパーツで、こういったまあ台座の部品と、あとこの刃の部分のエッジのパーツだと思いますけども、そういったのが入ってまして。で、こちらは、白い部品で、これ髪の毛の、パーツですね。で、あと、ここには金色のまた装飾系のパーツがあります。で、この辺は多分、
股のところのこうジョイントだと思うんですけど、あとこういったちょっと花飾りみたいな装飾パーツ、あと関節だと思われるこの紫色のパーツなどがここに入ってまして、であとこのプリント済みフェイスパーツが4種類入っていますので、これでいろいろ表情を変えることができます。さらにはですね、こちらの方に、手首パーツが入ってますので、これもですね、あのこの、ポージングの表情付けでいろいろ変えられます。さらにですね、この服のところなどはこう綺麗なこういったプリントのされた部品になってまして、この濃い紫と明るいこう紫ですね。あとこの頭のこの角の部分、これもあのこのちょっとこうリングみたいなかかったところがちゃんと塗ってあります。でこの、胸のところのですね、横の脇のところもこう塗装がしてあります。そしてここにもですね、スカートなどのこの、縁の部分がちゃんと塗装されてまして、であとここに、他にですね、ちょっと表情を変えたい方用のこの、水天写シールも入っています。で次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方はですね、女神デバイス、ことぶき屋の女神デバイスシリーズの新製品になります。こちらはプニモフマオになります。こちらは価格が税込み5940円です。今回はですね、こうすごくこう可愛らしいこの女の子の、プラモデルキットになっていまして、こちらの方はですね、作るとこのようになります。まず、素体モードというのがありまして、それにちょっとこう服をつけたコスモード、あと武器を持たせた、この、まあ、武装モード、こういう風にあのできるようになっています。でね、この手なのがですね、こういったちょっと猫みたいな、このちょっとこう肉球のついたこう手や、あとちょっとこうハンマー、マジックハンマーみたいなようなね、武器を持っています。で、色をですね、こう塗らなくても、ここまでこうカラーがこう再現できるマルチカラープラスチックキットになってまして、さらには、あの、このプリント済みのフェイスパーツも、ついていますので、ポージングに合わせてこう、変えられるようになっています。で、中に入っている、部品がこちらになります。まずこちらですね、あの、この、こう、猫の手のパーツの白いのとか、あとこの、スティックのこの部分ですね、あのハンマーのそれが入ってまして、あとこの腰回りの部品やこの辺はヘアスタイルパーツが入っていまして、でこちらにはですね、このクリアオレンジのこの部品がこうたくさん入ってるんですけど、まあ、この辺がですね、どこの辺に使うんだかちょっと、このパッケージで見るとわからないんですけど、まあ細かくこう使うところがあるんだと思います。で同じようなですね、またこの、クリアオレンジの部品がありまして、まあ、この辺多分スカートっぽいような部品になってますね。それでこの辺には、まあ、肌色の、まあ、首とかのジョイント部品になって、で、この辺もですね、まあ、スカート系のパーツや、この、まあ、肉球パーツのところですね、があります。そして、ここにはまた白い、この、まあ、ちっちゃい部品と、このオレンジ色のこの猫耳のパーツがあったりとか、あと、この辺が多分、そのハンマーの部分の部品になると思います。そして、これは、まあ、体のですね、肌色のパーツで、まあ、腕とか、まあ、胴体の部分になると思います。で、この辺もですね、まあ、あの、肌色パーツで、これも多分胴体のところの部品とかになると思います。そして、これがピンク色のパーツで、まあ、この辺も、まあ、手とかが入ってたりとか、してまして。で、これがまた、こう、ちょっとちっちゃいけど、ジョイント系の部品や、まあ、肌色パーツがあります。そして、ここにもまたピンク色の、この、まあ、手のパーツかな。あと、この、腰のところの白い部品や、この胸周りのところの、白い部品ですね。で、またここのピンク色のパーツが、これが多分、こう、あ、耳じゃないのかな？なんかちょっとこう耳っぽい形したような部品が入ってますね。あとリボンっぽいような形したのもありますね。それで、あとこれが、まあ、これが多分お尻のところの部品かな？で、あと、まあ、これで茶色いちょっと部品も入ってまして、とにかく細かい部品がたくさん入ってますね。これもジョイント系の部品ですよね。それで、この辺も多分こう、まあ、なんかこう装飾かなんかの部品になると思います。で、ここにもまたピンクや、肌色の、ジョイント影のパーツと、あとこれは多分足とかですね。それとあとこの、色のついてないフェイスパーツが3つと、このプリント済みのこの肌色パーツが入っています。で、ここがオレンジ色の部品で、ここにはですね、リボンのパーツとかが入っています。で、ここに、白いこの輪っか状の部品や、ちょっとこの猫の手みたいな形したパーツと、ここが多分、もものところの部品になると思います。そして、こちらにこう、フェイスの方のプリント済みのパーツが入ってまして、これが3種類あります。ちょっとこうね、こう変わったこの、表情の顔も入っています。そして、あと専用の、この飾る、台座の方が入ってまして、あと多分これデカールもね、入ってると思うんですけど、こういった、あ、デカールじゃなくてシールですね。こういったシールが入っています。以上が、本日入荷しました、商品になりますので、お客様のご来店お待ちしております。入荷しました商品はどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。